バタバタして悪いな。今回もでかいネタを仕入れたんだが、緊急の内容なんだ。なるべく手短に話すぞ。と、その前にお茶か何かもらえるか。注文が多いんだから水道水でいい？おいおい、いつも割のいい仕事を紹介してやってるのは誰だ。少しくらいホスピタリティってもんがあってもいいだろう。まあいい、言っちまえば単純だ。ゼロ号フォローの定期調査がまた始まるらしい。なんだって？これはガチのマジだぜ。しかも協会は長期戦の構えだ。調査は数回に分けてやるつもりらしいぞ。俺がこれを聞いて真っ先に頭に浮かんだのは、我が最も信頼のおける顧客であり名声カクカクたるプロ棋士パエトーンのことだ。あんたらも一枚噛みたいだろうと踏んだ俺は、あらゆるリソースを動員し調査チームの募集に裏口を開けといた。ゼロ号フォローでテスト用の依頼をこなせば、派遣調査チームの一員として合法的にゼロ号フォローを調べられるぞ。確かに価値のある情報だ。温かいお茶を出してもいいくらいにね。状況は把握したよ。ちょっと考えさせて。もちろんだ。大事なことは夜に決めるなって言うしな。じっくり考えてくれ。そんで決心がついたらスコット全勝基地ってとこに行け。そこでテストの依頼ができる。じゃ失礼するぜ。ゼロ号フォローの調査か。リンはどう思う？質問、ゼロ号フォローの調査とは何でしょう？ん？
そうか、フェアリーはまだ知らないんだね。挑発とみなし受けて立ちます。直ちにホロー調査協会のデータベースで0号ホローについて検索。誰も挑発なんかしていないよ。検索完了。0号ホローとはその存続期間、影響範囲、危険度において新エリート内でも随一を誇るホローのコードネームです。新エリート内の基地の大型ホローはいずれも0号ホローから派生した強制ホローに端を発します。また0号ホローは9と、すなわちエリートを壊滅に導いた主な要因とされています。0号ホローの現状を把握し、その拡大を抑制するため新エリートは定期的に有志を募り、当該ホローに対する調査、鎮圧、研究を行っています。以上をもとに推測、マスターが0号ホローの調査に志願するのは新エリートを救うためです。ブッブー、あっちゃーフェアリー、残念だな、不正解。リクエスト、今後のより的確なサポートのためにお二人が調査に参加したい動機を教えてください。何何、もうお手上げなの？先にあんたの規約と動機を教えてくれたら考えてあげてもいいけどね。失礼ですがマスター、先ほどから私をいいように使おうとしていませんか？人聞きの悪いことを言わないでほしいな。妹の言う通り、僕らはお互い正直になるべきじゃないか。恐れ入りますが、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は、適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。恐れ入りますけど、そちらも適切な態度というものを見せる必要があると思うよ。そんな君に教えられるのは、0号ホローは報酬がいいことと、僕と妹が暮らし勉学に励んだ場所が崩壊したキュートにあったことだけだ。僕たちはあそこを調べる機会をずっと伺っているんだ。お兄ちゃん、結局全部言っちゃったね。これくらい構わないさ。一つ貸しを作ったと思えばいいんだ。とにかく決心がついたら、羊飼いが言っていた0号ホローの前哨基地に行こう。
勝ったらあんたのおごりだぞ。いいぞ準備か。じゃとやにかかれば万事解決。あたしを呼んだのにゃ。銃が2丁なら勝ったらあんた。さあさあご覧あれ。いつでも出撃可能よ。いいぞ。見ないでください。です。聞こえるかい、リン。オーケー。 HDD システムの通信回線、各測定指数ともに異常なし。今の僕たちの設備でも十分ここに挑む資格はあるようだ。それとフォロー調査協会の人が監督につくようだ。これで試験に受かれば晴れて公式認定の05フォロー調査ライセンスが取れる。頼んだぞリン。私が今回責任を持って同行させていただく協会の調査員です。いわゆる試験官だと思ってくれればいいですよ。同行中、企画から逸脱した武器の使用は禁止。指定されたルートもちゃんと守ってください。それでも念を押しておきますよ。05フォローが特別とされているのはその規模だけではありません。甘く見て非常事態に対する心構えを怠ると痛い目に遭いますからね。何せ調査協会には臨時職員の保険料を負担する義務はないんですから。とはいえきちんとサポートはしますよ。協会が模造したレゾブレムを提供します。レゾブレムの特性を適切に利用してチームメンバーの戦闘能力を上げていきましょうね。それでは出発しましょう。試験官として君たちの働きをしっかり評価しますからね。依頼開始です。行動目標、資質試験外周のクリア。エーテル誘導体レゾブレムです。同じスタイルを集めると特定の能力をさらに強化できます。同一スタイルのここを押すとレゾブレムの効果に関する詳細を確認可能。もう一度押して適切なレゾブレムを選別することが行動の鍵です。もうすでにご存知のはずですね。とはいえ試験は始まったばかりです。任務に集中しましょう。見せてあげる。避けて。